はい、皆さんこんにちは。さすらいのアキンドです。今日はこちらのキット紹介していきたいと思います。やっと出ましたね。女神デバイスとアリスギアアイリスのですね、コラボ商品ですね。コーラーボーですね。コラボ商品 A2 ですね。A1 が吾妻楓で、A2 がですね、シタラですね。シタラ。カネシアですね。カネシアシタラの、バージョンカルバチョウト。バージョンカルバチョウトですね。こちらの、キットの方をご紹介したいと思います。はい、それでは中身のですね、パーツ紹介していきたいと思うんですけども、パーツがですね、多いんです。こう、いつもみたいにですね、一個一個袋から開けてると、ちょっとですね、説明時間かかっちゃうんで、もうですね、パーツ並べてご紹介していきます。まずね、ABC からですね、珍しいパターンですけども、ABC から紹介していきます。まず A パーツですね。A パーツはこちらの髪の毛パーツですね。この髪の毛パーツですね。茶色の髪の毛パーツですね。主に髪の毛パーツ。これ尻尾かな、この辺のパーツが、茶色の成形色ですね。いい色ですね。髪の毛のパーツ、A パーツ。そして B パーツが主に、体の素体系の装甲なのかな。ちょっとこの、キットのですね、このパーツの色ちょっと独特なんですけども、ちょっと中間色っぽい色ですね。ちょっとスモーキーな、なんて言ったらいいのかな、スモーキーなベージュみたいな感じですね。なかなかいい色ですね。こういった感じの色の、パーツ。これまあ手足のパーツですね。とか 前立てですね。前立てのパーツとかですね。がこちらになります。B パーツ。そして C パーツが、よこしょ。これですね、肌色のパーツですね。これなんですけれども、画面で見るよりね、もっとね、褐色っぽいです。かなり、まあ、シタラちゃん、結構色黒っていうか、その日焼け、小麦色ですね。言うなれば小麦色ですね。小麦色の感じの、肌色なんで、今までのですね、女神デバイスの、パーツに比べてかなりですね、濃い。このパーツだけ、特にね、小さいパーツで濃く見えるんですけども、特に非常にですね、濃く見えるですね、パーツで、小麦色の肌ですね。こんな感じです。で、D パーツ。D パーツがこれか。D パーツ、これ手足のパーツですね。これがちょっと、紺ほど濃くないかな。ちょっとブルー系のパーツですね。ABCD。E パーツも同じくこの色ですね。この色の関節パーツですね。ほぼ本体とか、そこはこの色で、統一されてますね。で、F、HD、F。これですね。台座は紫ですね。紫。いつもの、女神デバイスのマークの入った、台座パーツですね。そして G。これちっちゃいんですけども、関節。このパーツだけなんで別にするのかよくわかんないんですけども、多分股関節。そしてこれ多分首のパーツですね。ちょっと硬さが違う。同じかな？同じ？ちょっと硬さが違うのかな？よくわかんない。このパーツだけ別パーツにする理由があるんですかね。これちょっと多分強度も出してるのかな？ちょっとこのパーツだけ別ランナーになってますね。色は同じなんですけども、はい。で、最後、F パーツ。あ、じゃあ、H パーツ。ごめんなさい。H パーツですね。H パーツが大きな翼のパーツですね。これ翼ほぼ一体ですね。こういった感じで、中間色ですね。先ほど言った、ちょっとベージュというか、まあ、グレーというかですね。こういった感じの、非常に微妙な中間色に、どう言ったらいいんだろうな。筋彫りが結構入ってますね。これ、墨入れしたい感じの筋彫りですね。翼のところですね。結構大きな翼ですね。こういった、なんて言ったらいいか、スラスターみたいな描写ですね。まあ、あるので、この辺はまあ塗り分けるか、墨入れするとかっこよくなるんじゃないかなと。もういかにも墨入れしたくなるようなですね、パネルラインが彫ってあります。で、これが、パーツ前半。相変わらずですね、これでまあ1ページ分ぐらいのパーツありますので、これがまずパーツ前半になります。はい、パーツ紹介まだまだ続きます。パーツ多いですね。次、これですね、L パーツ。これ2個から2つずつあるパーツが多いんですけども、これが、L パーツですね。これ2つあります。2つあります。はい、2つあります。画面、まあ見てる感じ、このパーツは内部パーツですね。内部メカパーツですね。内部のメカパーツですね。はい。メカメカしいところですね。これもディティールが結構あるんで、墨入れとかですね、メカっぽい塗り分けをするとかっこよくなるパーツなんじゃないかな。これでかいパーツですから2枚ですね。まあ左右の武装なんで2枚。そして次も2枚ですね。これが J パーツ。これも装甲ですね。外側の装甲に当たるパーツですね。これもちょっと、独特のグレーっぽい色ですね。装甲パーツ。これも2枚。J。で、K ですね。K パーツ。これがゴールドパーツですね。これゴールドのパーツですね。いわゆるゴールド系の成形色ってやつですね。これはまあ最近このこういう感じのパーツを見ると必ずゴールドを塗りたくなるんですけども、これ塗った方が多分綺麗ですね。まあ、というかゴールド独特の成形の継ぎ目みたいなものがね、どうしてもありますんで、この辺はゴールド塗りたい感じですね。はい。で、また、
L か、これも中身の、これも中身のメカパーツですね。10のパーツかな、10系のパーツかもしれないですね。中身のパーツ。そして M、 これも、うん、これもあれかな、バーニアかな、ノズルかな、といった感じの中内部パーツですね。この辺が、M パーツ、同じパーツが2つですね。バーニアですね、多分きっと。この辺のパーツですね、があります。はい、ということで、まだあるわ。はい、もう続きいきます。はい、ということで、まだまだパーツ紹介続きます。次はですね、こちらのクリアパーツに変わっていきますね。 N パーツ、クリアグリーンかな、グリーン、刀身ですね、刀身、刀身、クリアの刀身。そして、まあ、なんか支え、武器を支えるパーツなのかな、これが、N パーツと O パーツですね。これも、これもなんか武器を支えるパーツっぽいですね。これグリアパーツ。で、その次が、エフェクトパーツですね。このエフェクトパーツが、このエフェクトパーツが、紫ですね。紫。紫ですね。ま、順番バラバラになってるか。まあ、いいか。行きましょうか。で、これが、Q。Q パーツ。白。この辺から白のパーツが出てきますね。白いパーツ、真っ白ですね。これ真っ白のパーツですね。この辺もちょっと翼っぽい、翼なのかな、フィンっぽい形状のパーツ、これが2枚セットで、S パーツですね。そしてまたもエフェクトパーツ、このエフェクトパーツは青なんですね、クリアブルーなんで。クリアパーツはグリーンと紫と青の3色ついてますね。これね、ジェット噴射、そして発射エフェクトですね。これが青パーツ。そしてこれなんか支柱みたいな紫パーツですね。支柱のような紫のパーツがついていて、で、最後、関節パーツですね。関節のパーツ、ジョイントパーツ、いつものジョイントですね。手首とかのジョイントパーツですね。はい。それ以外にですね、まだあるんだな。まだあるんかって感じですね。多いなパーツ。で、これがいわゆるいつもの手のパーツですね。ちょっとコンプ系の手の、これちょっと震えたものですけども。そして、彩色済みのパーツですね。この辺は、まあ、胸の水着っぽいところですね。水着っぽいところのパーツが、ちょっとラインで彩色済みですね。そして、これが肌色パーツですね。これもちょっとこの辺塗ってありますね。塗ってありますね。さあ、これ彩色済みパーツですね。首のとこも金で塗ってあります。首かな、これ。首かな、首っぽいですね。金色で彩色してます。これ黒で彩色されてます。そして、大事な顔。フェイスパーツ。3つついてますね。ニコッ。横目。で、切り。なんですけども、このパーツ、やっぱりちょっと濃いですね。かなり今までの女神デバイスシリーズに比べて、かなり褐色ですね。かなり健康的に焼けた感じのシタラちゃんですね。スポーツ少女なんですかね、彼女。という感じの、パーツですね。そして最後、デカール。デカール、謎の文様ですね。こういった感じの、ちょっと特徴的な文様デカールがいっぱいついてますね。目のパーツもついてます。という形です。ということで、最後が、これ袋に入ってたんですけど、説明書。説明書ですね。説明書に一緒にですね、これ、まあ、ゲームコラボなので、こういったですね、プレゼントコード、いわゆるコード表ですね。開けると出てくるコード表ですね。アリスギアリスの、購入特典コードですね。有効期限が、来年の10月の31日まで。結構ありますね。1年間ぐらい有効なんだな、これ。はい、プレゼントコードの特典。複数アカウントで利用可能。プレゼントコードは同一ゲームアカウントにして複数個使用。よくわかんないですけども、はい、ゲームする方は、これも得点になるんじゃない。私ゲームしないんでちょっとあれなんですけども、これがですね、説明書と一緒に、袋に入ってました。ということで、次は説明書の方の、ね、中身の方を見ていきたいと思います。はい、それでは次は説明書の方ですね、見ていきましょう。分厚いですね。さすがパーツの多さの分だけあって、分厚い説明書になってますね。さすがパーツの差を反映してますね。表紙絵は箱絵と同じイラストですね。そして、まあ、武装モードの写真ですね。アクトレスの説明、戦う少女たちのアクトレスってことですね。武装がこういった感じで、書かれてますけども、すごいですね。さすがパーツの量だけあって、素体モードから武装モードにかけてかなりですね、パーツ含まないといけないっていう感じですね。これ武装モード、あ、違うか、半武装モードみたいな感じですね。半武装モードで、フル武装になるとこんな感じ。すごいですね。すごい量の武装だ。多彩なパーツが、強そうですね。
で、設楽ちゃんのイラストとともに説明書きかな、設楽さんの説明書いてますね、設楽ちゃんの説明。なんかいろいろ書いてますけど、高校2年生、FPS を中心にゲーム全般が好き、他にもアニメ、お絵描き、歌うこと、多彩なオタク活動。あ、そうなんですね。スポーツ少女っていうわけじゃないんですね。日焼けしてるからスポーツ少女かなと思ったけど、ハーフなのかもしれないですね、彼女は。うん、ハーフなのかな、したらですからね、漢字名とカタカナなんで、ひょっとしたらハーフ設定なのかもしれない。すみません、よく知らないんで申し訳ないんです。ファンの方申し訳ありません。ただ可愛いですね。めっちゃ可愛いですね。はい。髪の毛の色もいいですね。はい、という感じで、パーツリスト。どんだけあるんやって話ですが、あんま、ほとんど使う。等身パーツ使わない?使いますよね。使わないのかな。これ使わないパーツ、使わないパーツグレーって書いてますね。って感じですね。関節パーツとかに余りがあるみたいですね。はい。まあ、つい最近作ったのが、HG のマジンカイザーなんで、それに比べると余りパーツは少ない感じですね。まあ、シリーズもどうしても、流用のね、金型が出るんで、ある程度しょうがないと思いますけど、少なめですね。また少なめ。余りパーツは少なめですね。パーツは多いですよ。余りパーツは少ない。パーツは多い。ということは、まあ、ほとんど切り出して組まなければいけないという感じですね。これはかなり厳しい。で、素体モードの組み立て説明がどんどんあって、素体モードの完成という形ですね。髪型の差し替え。猫耳バージョンですね。猫耳できるんですね。猫耳できると。尻尾もつくと。猫なのかかるんでしょうか。という感じですね。素体モードの時はこのスタンドを使う感じですね。そして、武装モード。武装モードは、えらいページ数になってますね。武装モード、すごい組み立て工程だ。これ結構時間かかりますよ。結構なボリュームの武装モードですね、こりゃ。結構な武装モードのモードですね。フェイスがかなり裂かれてますね。で、武装モードの時はジョイント、ベースジョイントが違う形、さっきのですね、支柱パーツですね。ちょっと強い支柱になるみたいですね。まあ、支えきれないんでしょうね、きっと。ちょっと丈夫な支柱に変わりますって感じですね。この辺は嬉しい感じの仕様ですね。そして武器がついて、こんな感じと。武器も、エフェクトも多彩ですね。すごいな。これは武装モード行くのかなり時間かかりますね。かなり時間がかかる。で、これが素体。この本当の素体モード、こんな感じですね。本当の素体モード。猫耳ですね。素体モード、こんな感じ。なぜかダブルピースですね。で、半武装モードみたいな感じなのかな。半武装モードみたいな感じがこちらに書いてますね。頭のかぶりと足がつく形で、半武装モードみたいな感じですね。そして、銃がでかいという形で、かなりの、ボリュームのキットだと思いますんで、これ作っていくと結構時間かかるんじゃないかなと思いますけども、逆にですね、まあ、お値段も結構するキットなんで、作りごたえはまあめちゃめちゃ十分という形なんで、できた時の、ボリューム感に、期待が持てるところですけども、それではですね、今回ですね、まあ普通のキットの説明はここまでなんですけども、ちょっとあとですね、自分なりのアレンジですね、アレンジについてちょっと、どうしようかなと思っているところをお話ししていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、今回の、この設楽ちゃんのですね、制作について、私がですね、ちょっとオリジナルでちょっとアレンジを加えたいと思ってるんですけども、それについてですね、お話ししていきたいと思います。まあ、計画みたいなもんですけどもね、どういった感じで作りたいかなと思ってるかなということをちょっとお話していきたいと思います。結構ですね、ありすぎやいですね、この設楽ちゃんをですね、買ってる方が私の周りには多くてですね、皆さん多分、まあ、作られると思うんですけども、まあ、動画もどんどん上がっていくと思うんですけども、まあ、どうせ作るんだったらですね、ノーマルで作ったら面白くないと。まあ、これ自体はすごく、いい色だし、まあ、成型色プラで、まあ、普通に素組みで組んだだけでね、こんな感じになるっていう、それはそれで優れたキットなんで、そういった特性はいいと思いますけども、まあ、ノーマルバージョンはね、他の方もいっぱい動画で上げると思うんで、せっかくなんで、やっぱ私の、感性でですね、オリジナル、感性が一番やばいところなんですけども、オリジナル要素を加えていきたいと思います。まずですね、一つはですね、この設楽ちゃん自身ですね、この辺ちょっとアレンジを加えていきたいかなと思って、今考えているのは、顔のパーツですね、これ顔パーツ、可愛いですけども、この顔パーツですね、やったことないんですけど、ちょっとメイクを入れていきたいなと思ってます。メイクですね。
動画ですね、いわゆるこういう感じのプラモデルの動画好きな方は必ず見たことあるんじゃないかと思うんですけども、このこれですね、このフェイスパーツにですね、メイクをするっていう動画を、上げられている方が、どなたかはすぐ分かると思うんですけども、見えるんで、そちらの方のですね、動画を、参考にして、やっぱ女性の方がやっぱメイクするとうまいですよね。せっかくですね、動画上げておられて、こんな感じにするといいですよと言われてるんで、せっかくなんで、もう早速ですね、参考にさせていただいて、こちらのですね、設楽ちゃんの顔にですね、少しメイクを入れていきたいなと。で、それでちょっと顔もアレンジして、変化出していきたいな。この目のところに影入れるとかですね。まあ、ちょっと褐色系の顔なので、まあ、そんなに多分組み立てれば気に足らないと思う色だと思うんですけども、ちょっとですね、唇とかもね、入れていきたい。赤でない白とかですね、ちょっと変わった色をですね、入れてアレンジして、まあ、顔もちょっとですね、メイクかけていきたいかなと。まあ、チーク入れるとかですね、まあ、ちょっとシャドウ入れるかですね。まあ、私がですね、入れたらどんな風になるのかって、非常に不安な部分は超隠せないんですけども、やっぱちょっとこれもアレンジしていきたいですね。可愛い顔してるんですけども、少しですね、メイクですね。でも特徴を出していきたいかなと。そんなうまくできるわけじゃないんですけども、可愛い顔してますけれどもね、これにちょっとやっぱり、動画上げてる方のやり方を参考に、ちょっとメイク入れていきたいかなというのがまず一つですね。そして、髪の毛なんですけども、これキットのね、髪の毛って結構、ベタっとしたっておかしいんですけど、まあ、単色の茶色、まあ、悪い色ではないんですけども、単色の茶色なんですよね。こんなんなんですけども、できたらですね、このイラストみたいにちょっとね、軽めの感じの色にしたいんですよね。あ、すいません、ちょっとね、宅配便来ちゃいました。はい。で、髪の毛なんですけども、髪の毛ね、このイラストとか見るとね、ちょっとやっぱ軽めなんですね。ちょっと軽めの茶色。で、少しですね、この、なんていうの、天使の輪みたいなのもありますんで、これはこれで、まあ、艶のある髪にすれば光ってそういう風になるんですけども、ちょっとですね、この辺は、塗装していきたいかなと。で、この髪の毛ね、ちょっと絵画っぽいし、春めなので、ちょっと下デルを使ってみたいかなと思うんですね。まあ、筆ムラが出ても髪の毛なんで、そんなに気にならないし、逆にいい感じになるんじゃないかなと。まあ、この辺のですね、計画は非常にやばい感じがするんですけども、ちょっとですね、せっかく最近下デルちょっと使ってるので、髪の毛下デル塗りで筆塗りしてみようかなと。で、ちょっとこう、なんていうの、髪の毛のラインとかも、ちょっと筆っぽい跡を残して、こんな感じにならないかなーってちょっと思ってるんですけども、これちょっとね、やばい選択をしてるかもしれませんけども、この辺もちょっとアレンジしていきたいね。顔周りですね、ちょっとやっぱり、この既存の、キットとは変えてオリジナリティを出していきたいかなというのがまずアレンジの一つですね。この素体モードですね。特に顔、この辺を変える。そして、あとはね、カラーリングです。カラーリングなんですけども、これはこれで、まあ、いいカラーだと思うんですけども、この微妙なですね、ベージュの成型色ね、これなかなかいい色で、こういった中間色のキットってなかなかないんで、これはこれでいいんですけれども、これはこれで多分皆さん作られるし、制作された動画も結構上がっていくと思うんですよね。この色で、この色を生かした、まあ、性格っていうのは、作例とかね、やっぱり見られると思うんで、やっぱちょっとアレンジしていきたいんですよ。で、まあ、どんな感じにアレンジしようかなっていうのが今ちょっと非常に考えているところなんですけれども、ちょっとやっぱ黒、ブラックしたらですね、ちょっとしたらちゃんちょっと悪めにですね、ちょい悪系ですね、こっち非常になんか健康的なんですけども、ちょっとですね、ちょい悪系に振ってみたいなというのがおっさん、私のですね、ちょっとおっさんっぽい好みなんですけども、ちょっとまあ、ブラックですね、そうこう、ブラックテカテカ、デカール貼りたいなという感じですね。デカールもですね、ちょっと手持ちのデカールでですね、ちょい悪系のデカール、ちょい悪って言わんか。いわゆるタトゥーデカールですね。ちょっとこれ使い差しなんですけども、タトゥーデカールっていうのがあって、ちょっとドクロとかね、ちょっとこんな感じの文様。まあ、付属のデカールもちょっと文様系がついてるので、こういった文様系がついてるんで、それに合わせてですね、ちょっとこうドクロっぽいですね。こういった感じのですね、こういった感じの模様ですね。を、黒のボディにですね、貼っていきたいなと思ってますね。で、ちょい悪系になりますよね。ちょい悪系のシタラちゃん、いわゆるちょい悪シタラブラックバージョンですね。勝手に名前つけんなって感じですけども、ちょい悪シタラブラックバージョンにしてですね、まあ、あとはですね、この中のこのアーマーですね、この装甲と中のアーマー、メカニックの部分ですね、この辺のバランスが問題だと思うんですけども、まあ、装甲黒にしたら中のアーマーも当然塗りたくなるんですけども、これはですね、やっぱりね、ゴールドですね。なんちゅう趣味やって、なんちゅうなりきん趣味やって感じですけども、ちょっと
最近直近で作ったマジンカイザーに影響されてるのかもしれません。装甲ですね、黒、そして文様デカール貼って、そして中の、メカは、ゴールドシルバーですね、いわゆるメタリックパーツですね、でいきたいなと思ってますんで、全くですねこの絵とは違う出来上がりになるような気がしますね。全く違うアレンジになるような感じがするし、まあ成功するか失敗するか、一応私の中では脳内イメージっていうのはあるんですけども、脳内のイメージっていうのはあるんですけども、実際ですねどんな感じになるのかっていうのは本当にですね作ってみないとわからないアレンジなんで、わかんないんですけども、ちょっとですねやっぱり違う感じに作りたいんですよね。これはこれでかっこいいしいいんですけども、まあ、それは他の方のですね制作動画等を見ていただいて、私はですね私なりのアレンジをですね加えてですねブラックしたらですねちょい悪バージョンでいきたいと思いますんでね、その辺どんどん制作動画上げていきますんで、よろしくお願いします。まあ組み立てはですねライブにするかもしれませんので、ライブ配信の方あったらまたぜひ遊びに来てください。ブラックしたらにしてみたいと思いますんで、ぜひお楽しみにお願いします。それではささらいのあきんどでした。また、動画の方でお会いしましょう。それではさようなら。Thank you.